ほんで間違ってた。どうでした？どうでした？意気揚々と、はい、ね、あの三輪優子さんだね。三輪優子さんが。いや、ともこです。あ、ともこって。誰だね。じゃあ、もう。いや、それはもう、今日は予想ゲームで脳がおかしなきゃいけない。で、あの、お金一回換金しようと思ったらどうなったの？はい。この投票券は当たっておりません。え、そんなん言われるの？どうやった？私、見てください。2社タンで買ってました。あ、これで？服や、もう。服、そう。タンで買ってて、しかも、こっち、今回って2社服でも、うん、結構配当良かったね。だから、偉い喜んでたから。そうなんですよ、うん、そうですか。ごめんなさい。え、でも本人的にはね、服で買ったつもりやった。そうです、間違えました。つもりやったやん。そうなんです。でも悔しいね。だから次のね、この最後のレースは、最終レースは、これは3連服で買いました、はい、こっちは2社単で買ったので、もう、はい、もう間違いなし、間違いなし。これで頑張って、鳥本さんとめちゃめちゃテンション上がってる。ぬか喜びやから、なんかあれなんちゃうの。頑張る。なんかワクワクってしてて、あらーみたいな、ドーンってなったけど、まだ1レーザー、それが最後やったな。まだまだ話あるからね、うん、取り戻せる可能性もあるし、はい、予想としてはどうなの？どっちか荒れるレースなのか硬いのかとか、巷の噂では結構でも、うん、オッズ結構高めだったので、どれも、うん、そんな1点とかない、うん、あれなんだけど、後半になってくると、やっぱり強い選手ばっかりが集まってるから、うん、だからなかなか予想も立てにくいというか、うん、まあ、誰が勝ってもおかしくないという感じなんですよ。西山も抜いてたもんね、前半の方が当てやすいみたいな。ああ、なるほど。あ、そうです。なんかもうこいつは群抜いてランク上ですわとか。そうそうそう。そういうのがやっぱり前半の方があるんだろうから、まあ、2台増えるっていうのもあるし、うん、2台増えると、やっぱり、有望な選手が後ろでもう邪魔させてくれへんかったりとかっていうのもあるらしいんで、そうかな、でもあるからってみたいなことも。男の戦い、いや、そうかね、いろんなお話聞いてね、はい、結果的にはやっぱりこういうギャンブル向かんないのは、うん、やっぱ俺人情デカみたいなとこあるから情にほだされるから、やっぱりデカ関係あれ、ね、年齢、ね、いやいや年齢とかね、その辺見てしまうんだよね、うん、頑張ってほしい。例えば59歳のレーサーの方とかおってるの、たくさんいらっしゃいます。なんか頑張れって、今俺は年上の人やから、うん、頑張れっていう風にちょっとこうかすめといて入れたりとか。そうやけど年齢なんか見たことないわ、今この11レース間、今の10レースももう決めましたけど、最後の最後まで、はい、見てない。西山が選んだ数字に勝手に1つか2つつけ、はい、こう1つずつ付け足して、もうそんな感じ。え、そうか、西山君の予想プラがベースで、いや、で俺はそこに俺の情が入んねん。年齢、出身地とか、はい、例えばその徳島とかやったら、あ、誰々と出身地一緒やとか、テルさんね、とかね、そういうのを見たりとか、それ見るじゃないですか。あ、この前仕事行かしてもらった場所やなとかね。見ない。何でも。それでボツボツ言ってました。あ、この人どこどこが、うん。だから西山がこういうちょっとこういう新聞みたいな予想してくれてるんですけど、だから僕この辺のこうみんながこう書いてあるこういう数字も見てない。はい、この西山の数字だけ。手書きの部分だけそこしか見てない。そこを見て、あと適当、いや僕やっぱ人名前とかね、はい、人情デカはやっぱりそこ見てます。人情デカなんで出たやねいや、いろいろ調べらなあかんから、取り調べ室みたいなあかんから。もうそうしてないですもんね、今回。あ、そうですね、ちゃうね、クロミちゃんで基本そういう爆災というかギャンブルもあんねんで。そうです、だから昔からそうやね、くじに当たったとか抽選とかね、うん、強いですもんね。いや、さっきのホルモンうどんも100円返してたけども、ちょっと黒沢です、ね、僕らは知らない、ものすごいお兄さんやって、そうそうそう、普段よりも量少ないんですよ、うん、僕ら普段知らんねやけど、最後やったんですよ、うん、僕らだから普段よりかホルモンの量が少ないんでって言って、うん、そうそう、ちょっと結構いい量入ってましたよ、入ってましたよ。僕らあれで言われたら、もうそれでなんと、おこんなもんなんやと思うぐらいの量なんですけど、500円私でも分かんないですもんね。でそれも450円のうどん屋さんがあって、はい、でそこへ初めは行ったんですよ、うん、もう終わりですって言われて、そう、もう終わりなんですって言われて、どうするってよく空いてないかなって言ったら、500円のところがあったんで、まあ、50円高いけどみたいなノリで、はい、買ったら実は550円安く買え、美味しくいただけに。でその後さっきの十何倍かのやつを取ったわけで、取ってるし、あんねんて、伊達にヒゲ生えてくるわ、みんなヒゲ生やせちゃうほんまに。買う前に拝まなダメです。いや、ある意味なんかビリケンさんみたいなもんかも。そうなんか、一応くじの中の緑に入る。ほんまや、ほんまや、いや、ほんまありがたや、しょうがないなんか、褒められてるのかどうかまあでも、まあ俺細かいのはでも当たります。大きいの当たってほしいね、どうせならね。
あ、まあ1億円があるからね、年末ジャンボとかそんなの、まあ、買えへんが当たれへんやろうけど、とりあえず当たってくれたらね、絶対あかんねんな、これ。こういう、そこも人生自体があかんから、まあ、それもギャンブル、あのギャンブルとか、はい、そこもこれだけおって、じゃんけん、例えば 2分の1、じゃんけん勝つか負けるかでも勝つ自信ないもん。やってみましょうか。これ最初はグー、じゃんけん、ほい、ほら絶対あかんねん、ほら絶対ほんまもうじゃんけんとかもうなんか勝てる気がしない。やったらあかんねん、強すぎんのかもしれない。黒岩じゃんけん人生負け知らずや、ね、でもね、じゃんけんってね、まああのあれやけど、うん、じゃんけんって運じゃないらしいよ。どういうことですか。いや、僕も思うねんけど、はい、あの朝のテレビとかでもじゃんけんするやつあるじゃないですか、はいはいはい、で、あのタネさんの名前言ったらこの人でこれ出すなとか、なんとなくこう読める時があります。別にその人やなとか、あ、よくね、こういう表現、ちょっと女の子とかあれだけど、あのストリップ劇場とか昔あって、はい、ちょっとあのね、なんかラッキーみたいな、決めるじゃんけんとかは、はい、ストリッパーの人に聞いたら、男の人ってやっぱ力入るから、だいたい見てたらグー出る人多いらしいですよ。このまま出すんだよ。そうそう、クルーンがおるから、スッとパー出すか、したらだいたい勝てるよっていうのはアドバイスで聞いたことあるんだけど。めっちゃもう言うとね、グー、チョキ、パーってね、どれが一番出しにくいですか。こう流れでチョキって出しにくいでしょ。グーかパー。なんか、なんでもない時のじゃんけんってなかなかチョキ出さへんのですよね。グーかパーなんですよね。でそれで勝とうと思ったらもうあのとりあえずパー出しとったら負けへんとか、そういうなんかことも考える人は考えてるみたいだし、統計的な色々ですね。そうなんかそんなもんじゃんけん一つもそのデータを取ると運じゃなく勝てるようになると。やっぱり僕ら情に殺されるやつはあんまりことないので、デカです、シビアに、デカやから心が入っちゃう、はい。